さあ本日はですねデモカーがリフトに上がっております。特別今これ作業してるわけでは実はないんですけれども、ここに上げている理由はですね、実は、こちらの平島さん、はい、わざわざデモカーをこちらに上げて、はい、ごそごそ何をしてるんですか。いやー教えたくないんです。車庫中ですね。はい、やられました。今プレミアムオーリンズの方を取り付けております。そうです、はい、今フロントが終わりまして、今からリアをやるところ で、ね、まあ、デモカーとですね、まあ、同じ、はい、まあ、設定をするためにちょっと今参考までに上げているところがありますけども、はい、楽しみですね。いよいよ。そうですね、もう車庫中つけるって発表してからだいぶもうだいぶ経ちました経ちましたけど、やっと今日なかなかですね、はい、取り付けをする形になっておりますので、今からリアを、はい、組み込むという形に取りますので、はい、でフロントがですね、まだ誰もつけたことがない、はい、正式のフロッパーになっておりますので、はいはい、まあ、ちょっとこれから計測というか、まあ、データが取れるところにはなるかと思いますけど、はい、まあ、ちょっと試しに今は平島号についているという形になっております。はい、でも気になる方がですね、やっぱり、まあ、いつもいますので声をかけていただければ、ね、ね、ちょっと乗りたいという方はぜひ、はい、乗っていただいて、ちょっと良さをですね。そうですね、はい、まあ、特に、まあ、車がその、まあ、エンジンとかまで今回はやって、まあ、デフフライホイールまでの組み込みになってますので、はい、そうですね、はい、まあ、デモカーだとまたちょっとこう車庫帳以外の部分がいろいろつきすぎて、まあ、なかなかっていう方もいらっしゃるんですけど、ね、まあ、どちらかというと純粋に当社のプレミアムオーリンズの、はい、まあ、良さっていうのをう、ね、まあ、実感しやすい部分もあるかなというふうに思いますので、はい、まあ、平島さんの車に、で、ね、でタミスペシャルをです、ね、はい、買われる方もですね、やっぱり、まあ、ベースじゃないんですけども大体そういうパーツが入ってますよっていうあたりでです ね、基本的なところは抑えている車になりますので、お考えの方はですね、ぜひもうすぐ準備いたしますので楽しみなところですね。はい、はい、で実は今日はまあ、この車庫帳の話題もそうなんですけど、それ以外にちょっと大事な発表がございまして。何ですか。今まで平島さん、はい、なんて名乗ってました。あ、Jスタイル、Jスタイル平島っていうですね、はいはい、少し前にソリオの、まあ、ソリオというか今、はい、はい、スズキのいくつかの車種で、はい、Jスタイルというモデルが出てるわけなんですけども、はい、それを紹介した時にちょっと、まあ、語呂がいいからということでとりあえず J スタイル平島になってたわけですけども、はい、松尾の方から正式な、まあ、事例ではないんですが命名が下りまして、ね、こちらじゃあこのマーク、はい、皆さん見られたことありますか。顔ですね、いろんな、まあ、よく石鹸とか化粧品とかなんかいろいろありますけど、花王さんの、まあ、問題はこの花王さんが問題ではなくて、このシンボルって言ったらいいのか、このロゴって言ったらいいのか、まあ、キャラクターみたいな、キャラクターみたいなのが、ね、はい、こちらの平島さんとですね、ちょっと横向いてもらっていいですか。笑いすぎやろ。ちょっと似てるということでですね、命名がありました、ね、命名が松尾の方から、はい、で最初は花王、のマーク、まあ、花王の花王さんのもともとこう CM とかの中で花王のマークっていうところまでが一つの単語だったみたいなんですけども、まあ私実はあんまりその知らなくてですね、まあ花王っていう、まあ今実はこれも KAO 花王っていうふうにアルファベットになってたりもするみたいなんですけど、このマークと平島さんをかけまして花王平島で行きたいと思いますので、まあ、賛否両論多々あるかと思いますけれども花王平島でですね、もうご来店されてうちの平島をお呼びいただくときはもう花王平島さん今日いますか、花王平島さんの車に乗りたいんですけどとか、はい、飛んできますもん。そうです。私はもう DJ 吉田、はい、DJ 吉田さんの車に乗りたいとか、はい、DJ 吉田さんいますかって言っていただければ、はい、出てきますし、平島さんの場合には花王平島さんいらっしゃいますかっていう、なんか違和感ありますね。そうですね、まあ、もっと詳しく言っていただけるとあれば花王のマーク平島さんはいらっしゃいますかって言っていただけるとより分かりやすいかと思いますけども、ちょっと長いんでですね、とりあえず花王平島で行きたいと思いますので、はい、まあ今度からブログ出てくるときは花王平島でお願いしますね。本当に花王の平島がお送りしました。はい、では残り車庫調整ですけど頑張ってください。はい、頑張ります。はい。